この地に熊が出るなんて。そうだな、戦火の槍川から逃げてきたのだろう。謀反者のせいです。罰として。熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を寄せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。よるな、生きておるやもしれん。傷では死なぬはず。見てください、この傷の跡は矢ではありません。死角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが叔父上よ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。
命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。
지 가라고. 어찌 빨리. 오리다. 다카가. 미니 이거. 징아. 다카잖아. まで 進むぞ。 そこなら安全だ。 お主は菅笠衆か。 かつてはな。 あそこも飯に困ってきたから 抜けてきたんだ。 志村殿が捕まり、 お助けするにも人手が足りぬ。 手伝ってくれ。 無理だ。 だが菅笠衆に聞いてみろ。 筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。 岸平原の近くの海岸だ。 弟を探してる。高という刀鍛冶。お前はない。だが大奥が他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。浅間浦がどうとかって。そういえば 鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた。槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。鷹が浅間浦で生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずは鷹を救い、それから叔父上だ。 じい、鷹ならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私と鷹がいるところさ。 友人は浅間の氷にいる。筒との境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。